ネクストジーター、ヤンキースのレジェンドデレク・ジーターの後継者として大きな期待を受ける男、アーロン・ジャッジ。今回は身長2メートル、体重130キロという体格で異次元のパフォーマンスを見せるアーロン・ジャッジのキャリアを振り返ります。アメリカ・カリフォルニア州で育ったジャッジは、リンデン高校で活躍を見せると、2010年の MLB ドラフトにおいてアスレチックスから31巡目で指名を受けます。しかしジャッジはこれを拒否し、カリフォルニア州立大学に進学。進学後は1年目からレギュラーとして活躍し、大学通算では165試合の出場で打率3割4分6厘、ホームラン17本、打点92、盗塁35の成績を残しました。そして2013年のドラフト会議において、ヤンキースから1巡目で指名を受け入団すると、1年目はシングル A で打率3割3分3厘、ホームラン9本、打点45の好成績を残し、2年目は開幕をダブル A で迎えます。その後ダブル A、トリプル A でも活躍を見せたジャッジは、3年目の2016年8月13日にメジャー昇格。そして同日のレイズ戦、8番ライトで出場すると、なんと初打席初本塁打を放ったのでした。結果的にこの年は27試合の出場で、打率こそ1割7分9厘に終わったものの、ホームランを4本記録しました。そして翌2017年、ジャッジが覚醒します。シーズン前、打撃コーチのアラン・コックレルから徹底的に指導を受けると、4月、5月、6月と3ヶ月連続でルーキー・オブ・ザ・マンスに選出されます。特に6月は打率3割2分4厘、ホームラン10本でプレイヤー・オブ・ザ・マンスも受賞。結局前半戦のみで打率3割2分9厘、ホームラン30本、打点66という圧巻の成績を残し、ア・リーグ最多得票でオールスターに出場します。そしてオールスターではホームラン競争に出場すると、天井直撃弾を放つなどし、見事優勝を果たしたのでした。ちなみにホームラン競争が行われたマーリンズパークの屋根の高さは、設計段階で打球が当たらないように緻密な計算がなされていました。技術者たちがマイアミの空気密度や気温を調査し、それを NASA の方程式に当てはめ、そこから割り出した数字を適用し、最終的な屋根の形状を決定。屋根には絶対ボールが届かないはずでした。しかしジャッジはいともたやすく特大の一打で天井に直撃させたのです。直撃した左中間奥の天井の梁の高さは地上から約52メートル、ビルで言えば17階に相当し、もしそのまま飛び続けていれば90メートルの高さに達したと分析されています。そしてシーズンではどこまでジャッジの成績が伸びるのか、そんなところにも注目が集まりましたが、後半戦以降、特に8月に入ると打撃不振に陥り、8月は打率1割台、ホームランも3本にとどまります。それでも9月には月間打率3割1分1厘、ホームラン15本を記録すると、最終的に打率2割8分4厘、ホームラン52本、打点114を記録し、満票で新人王を受賞しました。またジャッジは打撃だけでなく異次元の強肩の持ち主であり、守備でもチームに貢献していました。またこの年8月に大スランプに陥ったジャッジですが、そんな時でもメディアの取材に応じ、路上で声をかけられれば快くサインに応じていたといいます。そしてシーズン終了後にはこんな言葉を残しました。僕はまだ25歳だし、何も達成できていない。このような謙虚な姿勢もまた、ネクストジーターと言われる理由の一つなのでしょう。翌2018年シーズン、この年、前年を上回る活躍に期待が高まったジャッジでしたが、6月4日のタイガースとのダブルヘッダーにおいて、9打席で8三振を喫するなど、なかなか調子が上向かずにいました。それでも前半戦で、打率2割7分2厘、ホームラン25本、打点58の成績を残し、オールスターではホームランを放つなど活躍を見せました。しかし7月26日のロイヤルズ戦で手首にデッドボールを受け骨折。3週間で復帰できるとされていましたが、思いのほか回復に時間を要し、復帰したのは9月18日。怪我の影響もあり、最終的に打率2割7分8厘、ホームラン27本、打点67の成績でシーズンを終えました。
翌2019年は開幕からチームに故障者が立て続けに出る中で、ジャッジも左脇腹を負傷し、約2ヶ月離脱。その後、8月27日のマリナーズ戦で、菊池雄星から史上3番目の速さで通算100号を放ちますが、結果的に打率2割7分2厘、ホームラン27本、打点55。翌2020年も右ふくらはぎの負傷が影響し、28試合の出場で打率2割5分7厘、ホームラン9本、打点22と、なかなか2017年を超える成績を残せずにいました。そんな中で迎えた2021年シーズン。この年は3シーズンぶりに大きな怪我をすることなく1年戦い抜くと、最終的に打率2割8分7厘、ホームラン39本、打点94の好成績をマーク。2017年の成績にこそ及びませんでしたが、徐々に復活の兆しが見えてきた中で迎えた2022年シーズン。4月に打率2割9分3厘、ホームラン6本と順調なスタートを切ると、5月に12本塁打、6月に11本塁打とホームランを積み重ね、前半戦を打率2割8分4厘、ホームラン33本、打点70で折り返します。そして後半戦もジャッジの勢いは衰えることなく、7月は打率3割3分3厘、ホームラン13本、8月はホームラン9本とホームランを量産。そんな中迎えた9月20日のパイレーツ戦、1番ライトで出場したジャッジが見せます。この60号を含む9月の成績はここまで打率4割7分6厘、ホームラン9本、出塁率5割7分5厘という驚異的なものとなっています。ア・リーグ記録の61本塁打にあと1本と迫ったジャッジは、ここからどこまで成績を伸ばすのか、また三冠王を獲得できるのかにも注目が集まります。そしてもう一つ注目が集まっていることといえば、大谷との MVP 争いであり、アメリカメディアは2人の MVP 論争を神話上の生き物同士の戦いと比喩しています。三冠王に迫るジャッジ、大谷は打撃成績こそジャッジにかなわないものの、ホームランと三塁打 OPS でリーグ5位以内、また投手としても勝利数、防御率、奪三振でリーグ5位以内。様々な議論を呼ぶ2人の MVP 争いはどんな結末を迎えるのか、そんなところにも注目していきましょう。そしてアーロン・ジャッジが今後バリー・ボンズの記録を超えるシーズン74号を打ってくれることに期待し、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。